基礎クラブ大阪は12月4日、大阪市北区にある扇町公園で、防災草の根運動、へそと防災笑顔祭り、地球より重い命を消さないためにを行いました。これまで日本では多くの地震災害を経験してきました。その辛い経験を生かして、お互いの命を守る、へそでつながる絆づくりをテーマに、第1回防災草の根運動を行い、79名が参加しました。この日、参加者たちは心身の健康を高めるへそ体操や、絆づくりのためのへそダンスを行い、最後に風船にメッセージを書いて大空に飛ばしました。イベントの参加者は、子どもも大人も一緒に参加してよかった、楽しく集まれてよかったなどの喜びのコメントを寄せました。今後も自治体や地域と交流を深め、へそでつながる絆づくりとして防災草の根運動を広めていく予定です。センジ TV ニュースがお届けしました。